近藤和樹、近藤和樹、近藤和樹、1983年7月8日台は、神奈川県相模原市出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、東京ヤクルトスワローズ所属。小学3年の時、大野大アニマルズに入団。中学時代は、ボーイズリーグ、相模原ホワイトイーグルスに所属。2年夏と3年春に、 全国大会出場。日大三高では三年生の時に、エースとして、内田和也、千葉秀樹、都築勝幸らと共に第73回選抜高等学校野球大会、第83回全国高等学校野球選手権、大会に春夏連続出場。第83回全国選手権では、同校の初優勝に貢献した。2001年度ドラフト会議にて、 大阪近鉄バファーローズから7巡目指名を受けて入団。なお、前日のうちだ、千葉、都筑らも同年のドラフトで指名された。これは、同じ高校の選手が同じ年のドラフトで指名を受けた、史上最多タイ記録である。ウエスタンリーグで、リリーフとして6試合12回1、3に登板。2軍で11試合26回に登板。 チーム最終戦のオリックス戦で一軍初登板を果たした。9月20日の対オリックス戦でプロ初先発、初勝利を記録。前年の1試合から11試合に登板数を増やし、防御率1.08を記録した一方で、16回、2、3を投げて14球、に冒頭と入団時からの課題である、請求難を克服できていないことも露呈した。シーズン終了後、 球団合併による選手分配ドラフトでオリックスバファローズへ移籍。前年に比べて一軍公式戦での投球回数が半減したがフレッシュオールスターゲームにウエスタンリーグ選抜の一員として出場した。同リーグの公式戦では投球回数82回に3と脱3進数でいずれもリーグ4位を記録。吉支球を30個にどめる一方で被安打、被本類が 自籍点はいずれもリーグの規定投球回到達投手で最も悪かった。一軍公式戦での投板機会がなく、ウエスタンリーグ公式戦でも10試合、32投球回の投板に終わった。2年ぶりに一軍公式戦への投板を果たした。ウエスタンリーグ公式戦には21試合に投板すると、104回1、3、75奪三振、いずれもリーグ2位。 防御率2.76を記録。また、9勝3敗という成績で、リーグ最高値と最高勝率を獲得した。5月2日の同リーグ、対広島東洋カープ戦で、9回西まで1人の走者を許さず、27人目の打者、藍沢翼も、2ストライクまで追い込んだ。しかし、次の投球が、藍沢の頭部への危険球と判定されたため、球審から退場処分を受けた。 この処分によって、近藤単独による完全試合達成の可能性が消滅したが、後を続いた山口和夫が中東直樹を二塁へのゴロに抑えたため、近藤と山口による系投ながら、ノーヒットノーランが成立した。開幕一軍入りを果たすと、3月23日の対埼玉西武ライオンズ戦、西武ドームで先発、6回1失点という内容で、 オリックス遺跡後初めての一軍公式戦勝利を挙げた。この勝利は大阪近鉄時代の初勝利以来自身1280日振りの勝利でもあった。4月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦では9回を2失点に抑えて一軍公式戦での初関東勝利を記録。6月に二軍へ落ちたが7月に一軍へ復帰すると 対福岡ソフトバンクホークス戦で3連勝。チームのレギュラーシーズン最終戦であった10月1日の同カード入れも京セラドーム大阪でも1失点完投勝利を挙げた。この結果、プロ7年目で初めて1軍公式戦の最終規定投球回に到達。自身初の10勝とパシフィックリーグ10位の防御率を記録した。金子千尋、小松清。 山本翔吾など共に二桁勝利ガルテッド形成する。チームのレギュラーシーズン2位で迎えた、クライマックスシリーズでは、日本ハムとのファーストステージ第一戦に先発。日本ハム先発のダルビッシュ優と投げ合ったが、敗戦投手になった。2年連続で開幕から一軍の先発ローテーションを担うと、開幕2戦目の対ソフトバンク戦、福岡ヤフージャパンドームに7回に失点でシーズン初。 勝利。しかし、6月3日の対中日ドラゴンズ、京セラドーム大阪戦を3回7失点で降板したことから、同月下旬まで2軍での調整を余儀なくされた。結局、1軍公式戦全体では9勝12敗をマーク。9勝のうち6勝2敗を、対ソフトバンク戦で挙げた一方で、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦と聖パ交流戦ではいずれも、 未勝利に終わった。また、防御率は4.78で、パリーグの規定投球回到を投手としては、最も悪かった。3月に、一般女性との結婚を発表した。レギュラーシーズンでは、一軍公式戦で5勝10敗を記録。過去2シーズン得意にしていた、対ソフトバンク戦でも、防御率3.20ながら、7試合の登板で2勝4敗に終わった。このため、 周期キャンプでは、東急フォームをオーバースローに戻した。背番号65から11へ変更。しかし、春季キャンプ中に、右肘の国局障害が判明したため、公式戦の開幕を二軍で迎えた。5月中旬のウエスタンリーグ公式戦で、実戦復帰を果たすと、6月3日の対、広島東洋カープ戦、京セラドーム大阪7回裏に、 シーズン初の一軍公式戦登板を自身3年ぶりの救援登板で果たした。聖パ交流戦でも4試合に救援で登板。6月25日の対千葉ロッテマリーンズ戦で一軍公式戦でシーズン初の先発マウンドに立つと5回、1、3を投げて2失点でシーズン初勝利。一軍公式戦全体では3勝7敗、防御率6.36。 ホイップ1.62位に終わった。なお、シーズン終了後の11月4日には、右肘いちり軟骨の除去手術を受けている。前年に続いて、公式戦の開幕を憎んでスタート、ウエスタンリーグ公式戦では、4試合の先発登板で、通算20投球回を3失点、防御率1.35という成績を残した。 四月二十一日の対日本ハム戦、ホットモットフィールド神戸で、先発投手として、シーズン初の一軍公式戦登板。しかし、六回四失点という内容で、敗戦投手になったばかりか、後に、右肩の違和感を訴えた。同月二十四日に出場選手登録を抹消されると、ウエスタンリーグ公式戦でも、登板機会がほとんどなく、一軍公式戦での登板は、 先の一試合に終わった。シーズン終了後には、ドラフト会議でのドラフト一巡目指名を経て入団した松葉隆次第が、背番号11を着用することに伴い、自身の背番号を50へ変更。11月1日には、右肘にできていた骨局と、滑膜肥騨を除去する手術を受けた。7月5日に、シーズン初の出場選手登録を果たすと、7日の対、 日本ハム戦で救援投手としてシーズン初の一軍公式戦登板を果たした。一軍公式戦全体では5試合の登板で2年連続の未勝利。また、以来8年ぶりに先発での登板機会がなかった。一軍公式戦2試合の登板にとどまった。レギュラーシーズン終了後に4年連続で右肘の手術を受けることから、 10月28日には、球団から支配下選手登録の解除を通告。11月26日には、育成選手として、球団と契約するとともに、背番号を125へ変更。開幕から一軍投手陣に故障者が続出したことから、4月28日に支配下登録選手へ復帰。背番号も65へ戻した。5月1日の対楽天戦に先発投手として、 シーズン初の一軍マウンドを踏むと、7月12日の対楽天戦、楽天コボスタジアム宮城でシーズン初勝利。一軍公式戦では、2011年8月31日の対ソフトバンク戦、北九州市民球場1411日振りの勝利であった。開幕から主にローテーションの谷間の試合での先発を務め、 三試合目までで2勝を挙げたが、その後は試合序盤に打ち込まれる試合が続き、6月11日の対横浜 DNA ベイスターズ戦、京セラドーム大で1回後失点 KO されてからは、一軍登板はなかった。7月17日、ョウ良友との交換トレードで東京をヤクルトスワローズに移籍することを発表され、20日に NPB から公示された。 背番号はヤギが着用していた70に決まった。この年のオリックスでの成績は2勝2敗で防御率は8.24であった。この近藤のトレードをもって2004年オフの選手分配ドラフトで大阪近鉄バファローズからオリックスバファローズに入団した選手また同球団に一貫して在籍した現役選手は一人もいなくな。また、 パリーグの球団に在籍する大阪近鉄出身の現役選手は、牧田昭久、楽天イコール当時、同シーズンオフに戦力外、ジュニアコーチに転身だけとなった。近藤も、自ら8月5日の対阪神タイガース戦、神宮球場6回表に2番手投手として移籍後、初めて1軍マウンドを踏んでいる。6月30日の阪神戦では9回裏にし、2三塁、 カウント2から2の場面で、ストッパーの秋吉良のアクシデントを受け救援投板し、原口文人を空振り三振に仕留め、プロ初セーブ、一級セーブをマークした。この年は中継ぎとして、フル回転し、54試合に投板14のホールドを挙げた。この年は、開幕1軍スタート。シーズン当初は、便利屋としての起用が多かったが、非常に好調であったこと。 セットアッパーであった、秋吉良の深刻な不信等を背景に、同じく非常に好調であり8回を投げる、セットアッパーを務めていた、石山康七をクローザーに配置転換してからほど、なくして、シーズン当初石山が投げていた8回を投げる、セットアッパーとして定着。安定した、勝利の方程式として、石山と共に1年間投げ切り、両リーグ最多の74試合登板。 自身初となるタイトルの最優秀中継ぎを獲得。前年最下位に沈んだヤクルトの2役心に石山と共に大きく貢献した。2009年より NPO 法人世界の子供にワクチンを日本委員会へシーズン中の投球数に応じて1球につき5本ポリオワクチンの寄贈を行っている。2009年12月14日、岡山県内でウォーキング中に 警察官に呼び止められ職務質問。1ヶ月前に、知人の風水師から、1年間の疲れを取るために酔い、方向で10時間歩くといいという胸のアドバイスを、け10時間の徘徊をしていたが、その警察官が、柔道経験者で野球に詳しくなかったことと当時は、家出が多かったことが災いし、プロ野球選手と信じてもらえず、結局本部に連絡。名前と職業を言って解放された。 2010年オフにも車の運転中に職務質問を受けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。